八谷墳フ墓は、広島県三好市東坂屋町にある、弥生墳フ墓。形状は、四隅突出型墳ン墓。国の史跡に指定され、出土品は、国の重要文化財に指定されている。八谷古墳とも称されるが、厳密には、古墳ではなく、弥生墳フ墓であるため、本校では、八谷墳フ墓の名称で解説する。墳町の埋葬施設表示広島県北部。 三時、盆地南園の低給料場に築造された、墳休墓である。一帯には、縄文時代から古墳時代にかけての松が、砂湖遺跡群が分布し、本墳墓もそれに包含される。1977から1979年の三時、工業団地の造成工事の際に発見され、発掘調査が実施されている。墳景は、四隅都市地であるが、 当辺にくびれ分があり、全体としては前方後方形のような形状をとる。墳球長は18.5メートル、高さは1.2メートル。墳球斜面には天一子が、墳球裾には列石が巡らされるほか、墳球周囲には幅2メートルの周合が巡らされる。主体部の埋葬施設は土工、木管、石管の計11基。中心的な施設は、 噴球北よりの木管と認められ、壁玉下玉、ガラス小玉などが検出されている。その他の出土品として、周行から出土した特殊器台、特湿壺があり、その土には、紀美南部地方と同じものが使用されている。この、八谷ニ噴球墓は、弥生時代終末期から古墳時代初頭頃の築造とされる。四隅都市室型噴球墓は、出雲地方を中心に、 日本海沿岸に分布する形式であるが、特殊期代、特殊墓は、木美南部地方を中心に分布するともこんどきであり、本墳墓は三次地域を介した、当時の山陰、山陽地方の交流を物語る墳墓になる。なお墳急西側には、方形区画墓2基及び、古墳時代の末駅かマあとも認められている。そのうち集項墓から出土したガラス小玉には、ナトロンが含まれており、 古代ローマ帝国産として注目される。墳墓域は1979年に、法径区角墓2期、末期カ跡ートと合わせて、八谷古墳として、国の史跡に指定されたほか、出土品は1994年に、国の重要文化財に指定されている。特質簿、特殊大広島県立歴史民俗資料館展示。出土品広島県立歴史民俗資料館展示。 ありがとうございます。